かしいね采配が。いや、これはでもすごい、うん、ちょっと持たせてもらっていいですか。そうそうそう、軽いですね、ほんとね、若干なんかよく見たいっていう人もいたんで。あ、It's crazy、 それすごい。メタリックフェイスウォッチ、ちょっとこれはいいんだ。いやでも、そう、ヘッドホン良さそうで実はいらない。ここがね、やべ、一番登録された。真実に気づいちゃう。じゃあだってこれ明日の放送使えばいいじゃん。そうそう、あ、そっか。ピンクはどこ製だろう。なんかすごいいいのが揃ってる。悪くない、悪くない。いや今回いいっす。まただって今のところソーラー出したの、あ、ソーラーっていうか充電器出したのノムちゃまだけでしょ。なんかいいトークです。30分前ブログで誰か聞いた、入ったの。あ、入れたんだ、補充したってこと。入れたんだ、入れた、うん、なんかちょっとこれマル秘情報書いてある。え、ここ、これ見てください。最近めっきりもやさまブログに大当たりのありか。大公開だぜ。へえ。あ、ちょっと待って、ずるい、先生読み込んでるぞ。いや別に そこ行くかどうか。立ち回り。場所ってことでしょ。ま、ホールメールはね、まず取ってね、傾向を掴んだりも大事ですよ。ここでいいのかな。いや、新宿だ。いや、29ページすごくね。イベント規制あるで。結構やっぱ売り切れのあるのか。お帰りの際は料金をお支払いください。すげえいっぱい、めちゃめちゃあるんですね。お帰りの際は自販機。ちなみにそこポチッと押すと何かお宝の何かみたいなの載ってるんですか。ちょっと見てみますか。千葉県船橋市。場所があるだけ。場所どこが、あ、いや場所だけだ、住所だけだ、住所だけだ、住所だけなんだよ。なるほどね。大当たりのありかっていうのはこの自販機のありかってこと。騙された。騙された、ね、静岡も結構あるな。後で見よう。あ、歌舞伎町とかにね。だからね、自販機を東海編がひょっとしたら好きだな。多分北関東とかも行けそう。幅広い。あ、でもやっぱね、あ、埼玉東京がすごい多いですね。埼玉東京多い、うん、お、戸越銀座熱いの。戸越銀座が熱いらしいです。なんで熱いって分かるの。ちょだって一つだけ違うんですよ、表示が。写真しかも新規設置情報とか書いてる。あ、サマーズが番組で取り扱ったからじゃない。うん、じゃあ車に戻りますか。よし、じゃあ次行きますか。更新が2015年の1月とかなんですか。1年経ってる。ちょっと付帯にします。あぶね。よいしょ。じゃあ次の行き先を、はい、ちょっと待ってくださいね、今カメラとか戻すので。はい、ありがとうございます。よいしょっと。あの外国人に聞いてほしかった。あの外国人の方はまだいるのかな。多分関係者っすよね。そうなんですか。桜ありえますね。王様のそっちサイドの会社員、会社の人だよな。
宝箱。外国人がやってるパターン。